TV 始まるよ皆さんこんばんは、コウヘイです。いつもご視聴ありがとうございます。今日の動画なんですけど、中国版センチュリー、本地 H9 の話と、本地 H9 の中古車を見たいと思います。ご視聴よろしくお願いします。 本地の車は1953年に設立された中国初の国有自動車メーカー第一記者が展開する高級車で60年以上中国の人たちに愛されてきた車となっています。本地には L シリーズと H シリーズの2種類があり、L シリーズは伝統的なスタイルが特徴で、全車に6 0リッター v 型12気筒エンジンを搭載していて、ホイールベースの違いにより L5、L7、L9 の3モデルが中国で発売されています。L5 は一般庶民 でも購入可能となってます日本のセンチュリー同様購入の際には厳しい審査があり認められた人にしか発売されません H シリーズは現代的なイメージの高級車でシリーズ全車が一般購入可能となって,ますチの車には全ています中国では国内で製造された車には全て車両後部に漢字で製造者の名称を付けることがルールとなっています今回日本に導入された本チーは去年中国のカーオブザイアンに受賞 した2020年中国市場で発売された h 9という最上級セダンです中国の車は日本の安全基準がなかなかクリアできなかったんですけどこの車はクリアしました日本のナンバーを取得しているので乗れます本地 h 9のサイズは全長が 5137mm 全幅が 1904mm 全高が 1493mm パワートレインは2リッター直列4気筒ターボ252馬力と3リッター v 型6気筒スーパーチャージャー 23馬力の2種類が用意されていますトランスミッションが7ナスクデュアルクラッチトランスミッションとなっています日本で発売されている高級車センチュリーの方が全長全幅全高が大きいですね中国で発売されている本地 H9 の価格がこちらになります一番高いグレードでオプションを付けたら1500万円はするみたいですかなり高いです一番安い本地 H9 2.0i の価格が610万5000円となっています価格は為替レートによって 変更される可能性があります本地 H9 の車は現在日本で23台中国人の方が購入されています。今のところ本地は日本の方に販売するつもりはないみたいで、その理由が本地 H9 が対応している言語は中国語と英語、アラビア語のみとなっているからです。いずれ日本語も追加されると思います。本地 H9 は中東の国でも人気みたいです。日本初となる本地のショールームの場所になるんですけど、大阪な 駅から徒歩約4分の4ナンバービル1500階となってます1万円の本地 H9 が展示されているので気になる方は見に行ってみてください。この本地 H9 の車はイルミネーションの演出がとにかくすごいです。ロック解除をしたらヘッドライト、グリル周り、ボンネットの先端、車の中まで派手な光の演出が施されドアミラーが開いた時に翼が映ります。希望の翼と言うみたいです。車内にも様々な演出が かけられており助手席ののののスクリーーンンに本のロゴの形のイルミネーションが浮き出ますこのロゴの色は253色変えれます。メルセデスベンツのような近未来チックな感じですね。後部座席にはモニターがついており、シートには本格的なマッサージ機能も装備されてます。フロントのエクステリアのデザインはロールスロイスに似ていますが、本チーは実際、ロールスロイスのチーフデザイナーが関わっているメーカーなのだそうです。縦型のグリルはかなり迫力がありますね。 カラーは今流行りのツートンカラーも選べるみたいです。リアになるんですけど、リアのロゴに漢字が使われているので、かなり新鮮で面白いですね。一昔前のマイバッハのリアに作りが似ていると私は思いました。ホイールになるんですけど、ホイールのデザインも素敵です。20インチぐらいあるんでしょうか走りは安定しており、かなり静からしいです。いずれ日本人向けの本地 H9 の車も発売されると思うので、自動車大国の日本でメイドインチャイナの車に乗られてみては いかがでしょうか。それでは今から本地 H9 の中古車を見たいと思います。公平 TV。 皆さん出てきました。本地 H9。日本円でいくらするのか調べたんですけど、11659,843円でした。間違ってたらすみません。排気量が、排気量 3.0t、排量 3.0t。これは保証になるんでしょうか ?4 年または10万キロ、4年後10万公里。保証っぽいですね。皆さん、本地 H9 の中古車、どうですかかなりごついですね。ここにクリアランスソナーっぽいのがついてます。日本で23台しか走ってないので、かなり 目立ちますよね。本地のリアになります。日本出しマフラーになってるんですね。クリアランスオーナーもついてます。黒色の本地の車。かなりいかついですね。フィルムとかも貼られてるんでしょうかかなり濃いので5%ぐらい貼ってるんですかね。今気づいたんですけど、ここにダクトがついてるんですね。すごいですね。ホイールになるんですけど、この大きさは20インチぐらいありますよね。先ほども言わさせてもらったんですけど、鍵を開けると、ここが赤色に光るんですよ。ちょっと見えにくいかもしれないんですけど、皆さん、ここを見てください。ここ も赤色に光りまますす内装を見てみたいいと思いますこの写真は後部座席ですね。ドリンクホルダーもしっかりついてます。ここにディスプレイがついてるんですね。エアコンの吹き出口も2個ついてます。このシート、座りやすそうですね。体を包み込んでくれるんじゃないんでしょうか。かなり運転席のシート倒してるとこれ思うんですけど、余裕がありますね。身長が高い方とかでも全然乗れますね。このスイッチでシートとか動かせるんでしょうね。このスイッチは一体何なんでしょうね。ちょっとわかりません。これがシートヒート とかになるんでしょうね。作りがかなり凝ってますね。今気になったんですけど、こことかも光るんですかね気になりますね。このお車も冷蔵庫がついてるんでしょうかついてるような作りになってますよね。1000万超えの高級車になるんで、作りはしっかりしてるんじゃないんでしょうかメーターとかを見たかったんですけど、メーターの写真がありませんでした。 画像があったので載せます。かなりメーター綺麗ですよね。先ほども言わさせてもらったんですけど、助手席のスクリーンにホーチーのロゴのイルミネーションが浮き出てますね。足元にもイルミネーションがついてますね。素敵ですね。ホンチ H9 のサイドの写真になります。こう見るとクーペっぽいデザインもしてますね。かなりごついです。サイドには太いモールがついてますね。このクラスの車に乗られている方はかなり富裕層の方なんでしょうね。羨ましいですね。色々とホンチの車を調べてた なんですけど本地 h 9プラスの車があってその車の最上級モデルにはセンター部分にロールスロイスやマイパッハ同様にクールボックスとシャンパンボトルホルダーグラスが標準装備されているそうです天井には花の木をイメージしたデザインが追加されてるみたいです数百万円の追加オプションになるみたいなんですけど花の木をイメージしたデザイン綺麗ですよね確かロールスロイスの天井も追加オプションで星空だったかなありましたよね世の中 には素晴らしい車がたくさんありますね公平 tv 皆さん、本地 H9 の中古車はいかがだったでしょうか値段が1000万超えなのでかなり高いですね。最近コメントで今物の値段や電気代が高騰しているので車どころではありませんと言われました。本当に色々なものが高いですよね。私は1ヶ月の食費が4万円だったんですけど、最近は5万円になりました。 来月からは自炊をして節約します。今後も公平 TV は車動画を配信していきますので、皆さんよろしくお願いします。本日もお忙しい中、最後までご視聴ありがとうございました。公平でした。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。最後までご視聴ありがとうございました。